あなたは稲妻のように私の心を引き裂いた。先生、お腹が空きました。スーパードライ、スーパードライから日本酒って、最初から日本酒聞くんかい。もうカップだけ、売店で買ってきました。ちっちゃいの持ってくるの忘れた。サンキュー。とこれ中身はですね、ポテカラになっております。ポテトと唐揚げ、ポテカラ。あ、そんなのもあるの。はい。それどこにあったの。あっち、あっち。店員さんの女の子が可愛かったっす。おお、やるな。これはいいこと。ナンパ、いいこと。ナンパ。いやいやいや、ナンパ。じゃあ一緒にキャンプしようよねとか。どこの景品のキャンパおお、おお、あ、キムヤなんだ。つるやさんが落ちた。つるやさん、俺の釣り屋さんが、俺のじゃないけど、俺の釣り屋さんが。これね、ようできてるよね、これで。いや、ほんまよくできてます。これ何だったっけ。これじゃないかい。くれんの、たぶん。買ったやつじゃない、その大きさって。あ、これ買ったやつだよ。マックスワクドリーじゃない、買ったやつだよ。マックスワクドリー。くれんじゃないよ。はい、じゃあ。じゃあ。すいません、先月はちょっとドタキャンして。いえいえいえ。キャンセル高い。ギア左の旦那さん、これちょっと喋ってもらって。喋って。ブツ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 。暫定141592653589393238462633287950282。質問が入っちゃったね。ん？サーカス張った時にどっちかになんか寄るじゃ寄らんじゃつ。ああ、いや、ちょっと意味が分かんなかったんですよね。え、サーカス右に曲がってる。うん、いや違うだろ。どっちですか。右利きの人は左に曲がるな。まだそれ続ける。拾わんでええけ。そういうのやね。拾わんでええけ。また言われるな、T って。うん、やないねえ。またあの人が打つと T が増える。島田も続かん、これ。あ、いただきます。佐藤さんどう。いや、俺これはある。いえ、一つぐらい。どっちがうまそう。どう使って。あ、どうぞ。これも2枚入っとるけど、多分欲しがりだな。欲しがりません。欲しがりません、勝つまで。勝つ？うん、勝つ。そこ拾わんでいいし。勝つです。キッカー。うん。キッコーマン？やっぱりみんな目がここ来るね。あ？ああ。そう。さっきから自分でやってみようけど。言おうと思ったんですよ。もう一個ここにあげたい。タバコ通るぐらいにしましょうね。ガシッてやるやつだっけ。あれ痛い。二人がかりでやられたで。んどこでやっ。クリニックで。うん。上のクリニックじゃないよ。分かる人には分かる。ああ、俺のも倒れた。ダメか。今日風向きが変わったな。うん。吹き下ろしになってきよな、山からの。風邪かに。始まったな。毎回いいように読んできます。毎回あるの。次穴開けるとき言ってくれたら俺が安全ピンでやってきますよ、ビッチって。あの、ちゃんとライターで燃やして消毒しますから。あ、ただ、あの石膏用の電動ドリル13ミリぐらいで。みんな砕ける。エイテクやろ、これ。いいですね。マックスワクドリーはね、すごい家でいくよ。おぉ、上履きっていうのがいいな。これあれだよ、動かないバージョンだよ、これ。動かないバージョンですよね。朝日奈さんも一緒にやったやつですね。そうそうそう。 あれもあったのね、クルタの動かないバージョン。え、これですか。うん、あ、カレーだ。うん、カツレッズ。風やんでほしいな、マジで。やんでほしいね。まあ、人間が病んでますからね。普通あれですよね、海から来るじゃないですか、風。逆から来てますよね、なんでだろう。いつもこんな感じなんでしょうね、だから。プレーオープンの時がダメだったんでしたっけ、宣言。そうそうそう、プレーオープンの時、雑音が吹くんで、景品だったよ、あれ。そこあれだね、ウォシャレットだね、それ。そうですね、道の駅だし。すごいね。2本目あれ飲んでみます、ヨナヨナエールっていう。あの、俺さっき買ったやつ。
順番にいろんなもん、はい、それもいいです。とりあえずこの辺はノルマだからね。なんかまだ早いって置いちゃくな。うん、風が強い。でも寒っ。これ夜耐えられんだよ。これ夜入らへんか、ここ。うん、ちょっと多分癖があるビールですけどね、これ。うん、冷やしすぎない13度。絶対そんな温度じゃない。そうですね、冷え冷えの夜な夜なエールで。あの本来は多分違うんでしょうけどね。生ぬるいビールってでもの あんまり飲みなくは。あ、もうちょっとでこっち開けそうになったでいいの。早くも目の前やって、こっちの目だったけ、こっち行ってやいって。じゃあこれいただきます。いただきます。第2弾毎回乾杯する。これは今もう行く。あ、なるほどね。いろんなものが入ってるね、これ、うん、あ、でも確かにこれ冷たすぎて分かんないです。あのもうちょっとぬるかったらもっと分かるんですよ。うん、冷え冷えすぎだよこれ。ちょっと冷蔵庫入れすぎた。ちょっとフルーティーで美味しいね。うん、フルーティーなやつってあんまり冷やすとあの全く味が分からない。損なわれますよね。そうそうそう、うん、良さがっていうか。いや、春なんですよ、そこ。とりあえずあの考えてるのはクーラーボックスにやろうと思う、うん、俺も大体クーラーボックスあるよ。よいしょ。自分のステッカーを持って。俺も作るかな。作ろう。うわ、寒い。マジ寒い。寒いっすね、確かに。メガサ寒いんだけど。メガサ、出た。寒いな。ここでもあれじゃないですか、キャンプ場作って確かに綺麗だけど、うん、この爆風なんとかしないと。走る走る。とりあえずとりあえず爆風といえば、とりあえず爆風といえば、爆風といえば、うん、ちょっとのんびりアジフライでも食べよう。アジフリア、アジフリア食べますわ。あ、確かに冷たくなくなると、ぬるくなるとやっぱり味が出てくるだろう。うん、出てきますね。お口するんだよ。お口モンダミンですか。お口クチクチは井森美由紀コマーシャルでしょ。お口クチクチモンダミンとか、うん、それぐらいの時ってなんかあのホットドッグとかがあって、うん、なんかあれですよね、身だしなみとかなんかそういうのを気にしてる時代ですよね。ああいうなんか専門雑誌じゃないけど、はいはいはい。でもそれ見てね、なんか買うやつがおるんだけどね、こんなとこで来たら浮くだけです、ね、でも10代20代だったら確かに、なんかそういう周りの目というかあれが気になったんだろうなと思うけど、今じゃもう全然ないですもんね。一桁から40代まで一気に飛ぶ人だから、ね、確か20代30代ないはずだけど。これは何。小学校からいきなりあの30代の後半だけ、もう青春時代なしで。いや臭い飯食っちゃったんかも。笑い受け少年 A か俺は。心だけが心と下半身だけは少年 A。 怖いだね。お日様高いのに何言うんかね。やっぱり君が入ると P が入るんだよ。俺はどっちかって言ったら佐野さんに言わせるためにこうね、俺は持ってて振って振って佐野さんが拾うであろうっていうのをこうで、P が入るようになるんだけど。誘導尋問ですよ、だから。被害者 A。 被害者 A。 被害者 A っす。最後は外車になってるんでしょ、仏に、うん、仏なんか55になって無性にピアスが開けたくなって開けたけど、うん、誰も見てみるのに。アラガン、はだってアラウンド感激、秀樹感激、秀樹感激。いや、アラウンド感激で。ちょっとついでやから撮っておきましょう、これ。これ、今何日目ですか。これが月曜日にあげたけ、何日か、今日の日曜日か、6日目か。6日目。ファーストピアスだけ。次はチタン、これ、抜いたらチタン、チタンピアス。多分それが太さっていった16とか
18とかなんですよ。あの D は何だったっけ、あるよね。ちょっとずつ下がっていって18、16。あ、サダさんチタンだったら、うちチタンコーティングのドリルがあるけど。アホかお前は。あれで穴開けて。チタンコーティングだよ、チタンじゃねえやないか。あの、申し訳なさせんのにチタンがコーティングしちゃう。これはチタンではないよ。金色だったらちょっと嫌味っぽいじゃん、なんか、まあね、いやー、ここは金じゃないですか。金かね、やっぱり。あの、逆に嫌味っぽいのどんどんいきましょうよ。いや、マジか。金にしてから、ヒサロいきましょうよ、ヒサロ。あの、タツニーみたいにしましょうよ。俺、これ、まだ飲んだことがなかったんで、初めて。すいません、まずい。あ、そうだ。くそ、構えに近いよ。失敗した。あんまりね、言うほど美味しくない。いや、一回飲んでみたかっただけだ、うん、初めてだけ。ああ。これね、冷やいと泡が上がってこんけ。大したことないね。なんか、あ、上がってきた。ちょうどいいぐらいの温度。でも、ツイッターとかでめっちゃうまいみたいな人いっぱいいましたよね。うん、でもね、美味しくない。あ、そうなんですか。と入ってるはず。はず、はい。後で入ってないと。入ってなかったら、えらいことですよ。えらいこと。はい。ごめんなさい、あれ流れるんで、あの、サラさんに謝罪動画を出して。俺がするんか。この度の音声を誠に申し訳ございません。土下座してちゃんとスーツ着てもらって。土下座かい。笑かすな。なかなかこの辺り泊まりなんだろうね。でもあってなかなかテントとか建てられないの見るといいっすね。何、なんかういういしくて、ういういしさがなんか楽しそうじゃないですか。いや、二度とやらんっていうか、あれ一歩間違えると、あの、夫婦喧嘩のことって。そうですね。そう、なんかしかもやっぱ慣れてくると節制とかできて当たり前だったりするじゃないですか。でもできるかどうかっていうところがまたなんか、ね、楽しいじゃないですか。そうそうそう、っていうのがなんかすごい感じますね。だって俺最初に買ったのコールマンでも一人で建てるのうーんって思ったもん。コールマンのあのツールームじゃなくて、これを前に建てた。ウェザーマスター。あれもう買った時には生産中止だったよ。あ、そうなんですか。多分値段変わらん。そんなにするんこれ。は？マジっすか。高っ。高く見積もって3万っていうあれを出してたんですけど。いや、俺も大体そんぐらいかなと思ったら。高っ。これちなみに何ていうところのやつでしたっけ。これパーゴワークスっていうところの。パーゴワークス、忍者テントっていうやつ。これは忍者テントって書いてあるんですよ。忍者テントってなんか聞いたことあるぞ俺。ここへある、ここへ。忍者テント、これツイッターかなんかで見たことありますわ、忍者テントって。タープもあるんだけど。なるほど。あー、忍者タープ、忍者タープもなんか、忍者タープもあるんだけど、なんか気持ちいいぐらいのあれがあるんだね、通気口が。へぇー、ポール忘れた。なんでこれこんなに高いの。あの、ナイロン、シルナイロンって言って、あ、あの、生地がスベスベしてるやつなんですよ。手触り違います。すげえ。これなんか縫製すごいめんどくさいらしい。触っていいですか。お、ほんとなんだこれ。え、これ何、湯を弾くとかそんなじゃなくて、で、薄くって軽い。は、薄い、軽い、薄薄ゼリアコード0.1 0.1 か、そうか。 0.01 じゃないあれ。いや、ごめん、よしな。これ出してるメーカーあれですか、岡本ですか。岡本、そっちできたか。そっちできたか。そっちできたか。やばい、怒られる。そんなこと言ってたら怒られる。メーカーに怒られる。俺も今オークション出したらええ値段よ。ね、ここはね、ダメ。ダメも。あ、これ。これ。あ、そっちは。そうですか。テントはね、あの、転売禁止なんですよ。これ。うん。なんかロットナンバーかなんかついてる。全部ね、ロットとあれ、通販しかないから。あ、そういうこと。メーカーの、あの、直販サイトしかないけ。これオークション出そうや。わあ、多分2万ぐらいになるんじゃない、これ。倍ぐらいになるかもしれない。寒い。寒い、マジで寒い。あんまりうまくないな、ほんと。美味しくないって言ったらいいけど。うまくねえな。俺が買う気の高いって言うけ、はい、もっと高い値段言うかなってワクワクしとったんだけど、3万って思われちゃったと。いや、だいたいそんな。いや、まあそんなもんかなって。いや、でも3万でも高いっすよ、結構。
さっきの触った感じだと確かにちょっと違いますわ、普通のあのこういうやつじゃない、俺が持ってるような、うん、ポールもだからジュラだし、ジュラルミの、ああ、いや、そう、なんかね、ポールが高そうな気がしたんですよ、なんか普通のアルミのやつじゃなさそうだなと思って。